Ja, Leute, dann fragen wir uns mal, wer kann uns da einen Tipp geben? Wir werden mal Fuyu fragen. Ich wette, mal Fuyu weiß. Allerdings weiß ich nicht, wie ich die ganze Sache erklären soll. Sie hat uns schon diese Aktie gegeben. Ich will sie noch tief, nicht tiefer. Aber wer könnte sonst noch helfen? Saori? Direkt fragen ging am schnellsten, aber wenn ich das tue, würde sie nur misstrauisch werden. Ich kann mit ihr nicht darüber sprechen, solange ich nicht was Passendes dabei habe. Aber wer könnte mir sonst noch helfen? Tsukomo? Wer ist das denn nochmal? Ich würde ganz schnell das Richtige finden. Hey, das ist die Idee. Ich lasse ihn für mich einfach nochmal. Ich muss ihn nur anrufen. やがみし、なんでしょう。ちょっと探してるものがあるんだ。おお、今度は何をお探しで？和菓子には目がない超甘党の女子が絶対に食いつくようなとびっきりの一品。やがみし、古典的な作戦ですね。今時そんなのに釣られる女子はいるのですか？いるんだって。作戦を考えるやつも引っかかるやつも。なのですか。ならばいつも通りユッターで調べてみますので、何か検索ワード。そうだな。それじゃあ限定和菓子で頼む。承知しました。そちらに画面を転送しますぞ。全然ダメです。999件以上、検索結果が多すぎます。全然限定品じゃないな。八神しよう、他のワードを追加して絞り込んでみましょう。ザオリ。おお、素晴らしい。一つに絞り込めましたぞ。マジか、やったな。Das ist so Chinos benutzt das konnte. Na, ja, 残念ながらこれはハズレだ。違うワードでやり直してみよう。Rote Bohnen? 少し減ったようですが、まだ全然多い。ターゲットはあんこが好きなのですかね。いや、割と何でもいける。だとすると。違うワードにした方が良さそうですね。残念は抹茶。ダメですね。全然減っていませんぞ。ああ。限定の抹茶味はありふれたもののようですな。なんだよ、どこのメーカーも似たようなもんばっかり作りやがって。抹茶の線は避けた方が良さそうですな。違うワードでリトライしてみましょう。Geöffnet?いいですね。かなり数が減りましたぞ。なるほど、軽眼ですね。お菓子そのものではなく、お店の方に絞って検索してみたのですか。ああ、新規オープンしたばかりの店の和菓子なら、さすがに食べたことはないはずだからな。さすが八神市ですな。ここからさらに絞り込むのは簡単ですぞ。ああ、カムロ町を追加してみてくれ。よし、減った。どれどれ、京都で有名な老舗の竹光が神室町の七福通りで新規オープンですと。ビンゴ、そこに行こう。でも八神氏、これ限定品ですぞ。今から行って買えますかな。行かなきゃ買えないだろう。愛しの女子にあげるのか、はたまた別の用途か知りませんが、まだあるといいですね。とにかく助かった。Thank you. Ma, 健闘を祈りますよ。 Takemitsu. Okay, dann gucken wir mal, wo der Takemitsu liegt. Da irgendwo liegt Takemitsu. Dann gehen wir da mal hin. Und wahrscheinlich werden wir wieder an jeder Ecke aufgelauert, wie immer. Oder auch nicht. Ich glaube doch. Tschüss.
たねえな。Ah, kann ich nicht weg? Ah, Leute. Nur zwei. Und tschüss. Schibarak netoketten. Oh. XY, Y, XXY. Okay. Eieiei, da muss man ja studieren, ne, Leute. Hä? Dann gucken wir mal, wo unser Laden hier ist. Da sind doch schon wieder welche. Guck mal. Histori 1 個限定か。もっとたくさん欲しかったけど。ま。wo ist der Laden?1個限定か。もっとたくさん。Wo soll der Laden denn sein, Leute? Hier. Nanka, yumeina wagashiya ga open shita mitai da ne. Komaru nda yo ne.京都の老舗だかなんだか知らねえが、この町で商売するにはルールを守ってもらわねえと。ですから、ちゃんと役所には届け出をしています。だから、そういうこと言ってんじゃねえんだよ。他にも通すところがあるだろって話。まさか、みかじめを払えってことですか？みかじめ？さあ、何のことかわかんねえな。ただルールを守れって言ってんの。ああちょっとすいません、通してもらっていいですか。あ、なんだてめえ。兄ちゃん悪いな、今大事な話をしてんだ、後にしてくれ。あの限定の和菓子ってまだあります？いや、てめえなめてんのか。今こっちが話してる最中だっつんだよ。兄ちゃん、こっちが優しく言ってるうちに消えた方が身のためだぞ。そっちこそすぐ消えた方がいいんじゃないですか。あ？こんな人前でみかじめせびってちゃ通報されちゃうよ。なんなら俺がしよっか。まさか肩着には手出さねえだろうと高く食ってやがんな。見くびられたもんだ。ちょうどいい、見せしめにこいつぶっ殺してこの町のルールを教えてやれ。Na sowas, der hat ein Messer. Und ich mag das gar nicht, wenn Leute ein Messer haben.
なんだてめえは。今なら警察沙汰にしないで済ませてやるから、さっさとどこかに行きな。くさ。ありがとうございました。あ、いやいや、大したことじゃないです。それより限定の和菓子が欲しいんですけど。すみません、今日はもう完売しちゃってて。売り切れか。くそ、もっと早くから知ってればな。あ、いや、あります、ありますよ。え？一般のお客様用とは別にテレビとかの取材用にいくつかストックがあるんで、それならまだ残ってるはずです。へえ、老舗ともなるとそんなのあるんですね。それ売ってもらえません？ご迷惑おかけしたお詫びに差し上げますよ。あ、本当に？それじゃ遠慮なく。それじゃあ私はこれで。本当にありがとうございました。Tja, da müssen wir mal gucken, ob wir sie dafür einspannen können, Leute. Oh, da ist wieder ein Dicker. Da müssen wir aber eigentlich nicht hin, also müssen wir, gehen wir hier oben lang. Ach, da sind sie doch schon. Aber ich renne einfach weg. 4 Stück. Da hinten ist doch schon das Büro. Morgen vielleicht, morgen. Tschüss. Bye bye. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir sie. Oh je. Genda-sensei, もういいんですか？ああ。さっき復帰したとこだよ。あ、沙織さん、これ。八神。あ、すいません、俺今ちょっと沙織さんに用が。ああ、こっちが先だ、話がある。え？そこ座れ。うん、星野君から全部聞いた。下手な言い訳するなよ八神。全部って？新谷の件だ。寄せっつったのにお前どっぷり首突っ込んでんだろう。星野君まで巻き込みやがって。前にも言ったがよ、新谷はあれでも俺にとっては可愛い弟子みたいなもんだった。そのあいつが死んで体中まるで力が入らん。昨日まで何食っても喉を取りやしなかった。この上お前や星野君までやられたらどうなる。そうやって寝込んでるうちにこうも思ったんだよ。こんなんでこの先もカムロ町で弁護士続けられるのかなってさ。でもな、俺が間違ってた。え？弟子を殺されたのに泣き寝入りして何もなかったような顔でいられねえよ。いられるわけがねえ。この町では戦う意志のねえやつが生き残っていくことはできねえ。カムロ町で生きていくやつらはみんながみんな上見て這い上がろうとしている連中だ。だから他のやつに食い物にされたくなきゃ、強がりでもあったりでもとにかくファイティングポーズを取り続ける。それができなきゃ今すぐ新谷が殺されたこともきれいさっぱり忘れてこの事務所も畳むしかねえ。
違うか。八神、お前は本気だよな。本気で新谷の仇取るつもりなんだよな。はい。よし、なら星野君のことも遠慮なく使ってやってくれ。呪文を新谷の仇討つまで再三度外視で事件を追う。必ず犯人を突き止める。もちろん俺にもできることがあれば何でもやる。遠慮しないで何でも言えよ。ありがとうございます源田先生。ただしこれ以上の犠牲者はなしだ。お前らに万一のことがありゃ俺もおめおめ生き恥さらすつもりはねえ。もちろん気をつけます。で、手始めにというわけじゃないんですが、俺が今力を借りたいのは沙織さんなんです。沙織くん？ん？美味しかったでしょう。で、折り入って相談があるんだけど。うん、無理です。そこなんかほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんで沙織くんを気に入ったんだろうな。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえなんとかすればキャバ嬢に見えるって。年だってごまける。嫌です。ねえ、Das könnte aussichtslos sein. Das mit den Mochi, ich könnte Ihnen noch welche besorgen. Ja, das. Ja, das. Wahrscheinlich nicht, aber ich weiß auch nicht, ob der Manager das wirklich ernst meinte. Was soll das heißen? Ich weiß nicht, ob das ernst meinte. Was soll das heißen? Was soll das heißen? Ja, aber...沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだの、年がごまけるだの、皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対カムロ町のナンバーワンにだってなれますですよね、沙織さん。そこまで言われちゃしょうがないですね。え？まあ私やります、カムロ町のナンバーワン。そう来なくちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ。少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん、でも俺が選ぶの。大丈夫、ここはカムロ町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。ハシキが死ぬ前にショウノとどんな話をしていたか探るんですよね。そうそう。分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃあ参りましょう。やっぱりそうこなくちゃ。まあよかったじゃないか。でもうまく大丈夫、大丈夫以外考えられない。あはははは、おいえ、der Kim hat sich wieder gemeldet, Leute. おいえ、おいえ、おいえ。